私の名は脅威。あざ名を白薬と申す。この天水の地に生まれ、今は義の神として大主の馬順殿の参謀を務めている。今この天水の地は我が葬儀と敵対する諸の軍勢に攻め込まれ、危機的状況を迎えている。残念だが馬順殿の勝機では勝利は難しい。いや、葬儀の神である私がそのような言葉を発してはならない。この地に住む母のためにも、私の地と部でこの苦境を覆さねば。職務、このわしが治める天水の地を狙ってくるとは。我が国を攻めるにしても他の地から進めばいいものを。この地には天水の他に安定南安の2つの領地があり、これらをも守らねばならん。兵を分散させ、それらの守りに当たらせる。脅威、お前は戦場全体を見渡し、押されている味方を見つけ次第それを援護するのだ。職から葬儀を守るため、死ぬ気で戦うのだ。安定と南安の友軍を救うのだ。友軍相手に兵を分散する、いや無茶だ。今度は負けねえからな。敵将撃ち取ったい。超死竜のやりすぎ、生きれるか。いざ力の限り。次に会った時は勝つ。敵将撃ち取ったり。我らも手柄を立てるのだ。俺の攻撃かわせるか。次は負けない。敵将撃ち取ったり。助かりましたぞ。同じ過ちは繰り返しません。敵将撃ち取ったり。大将たるもの許されませんね。冴えているな。やっ、さあ、はい。
我が策を跳ねのける者がいるとは。やはり最初の予感は当たっていたようです。予感？惜しい。あなたがこの地に縛り付けられていなければ私の全てをあなたに伝えられたもの。諸君の大軍はかろうじて押し返せた。しかしこの戦を制した私に対する馬順殿の眼差しには強い疑念が宿るようになった。これも諸君の軍師諸葛亮の策か。同胞の信を失った今、私の居場所はもうこの葬儀にはないのかもしれない。